クッパのリフトの、砦。今日は、ツイッターで見つけたコースを遊んでいくよ。あ、そういえば前回の動画が50回記念だったんだけど、公開してすぐ間違えて削除してしまい申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。そんなこんなでようやく目標の100回の半分までクリアいたしました。これからも、皆様の変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。このコースは、至る所にリフトがあって、その動きに注意しながら進んでいく感じなんだな。落ち着いてタイミングを見ながら進んでいけば、そんなに難しくはなさそうかな。霊夢の言うタイミングとは、一体何だったのか。ズーレタマーの悪さもー。そう俺がキー意味の、タイミング、だいぶ懐かしいな。まったく、こういうのって年代がもろバレだからやめてほしいよね。リフトがブラックパックンを持ち上げてくれてるから、その隙に一気に抜けていくよ。一回ダメージは食らってしまったが、まあ今のところ順調に来れているんじゃないか？ドアの先は、どうなってるんだろう？あ、あれ？ここってさっき通った場所に見えるけど、あ、確かにそんな気がするな。ということは、さっきの扉は外れだったっていうことか。でも、ずっと一本道だったように思うよ。他に行けるところなんてあったかな。コースのタイトルやこのコースの作りからして、やっぱりリフトをうまく使ったところに隠しコースがあるんじゃないのかな。そこのちくわの下なんかも怪しく思えるけど、いきなり行くのはちょっとリスクが高すぎるな。あ、ここの下なんかスペースがあって怪しくない？あ、確かに。それじゃ、ちょっと行ってみますかね。行くのはいいが、なんでそんなとこでダメージ食らうんだよ。ほら、ここに羽があるの知ってたし、せっかく制作者さんが用意してくれたものはちゃんと使っていかないと申し訳なくない？ピンポンだって、こっちでよかったみたいだね。お、そして中間ポイントもあるのか。これはありがたいんだぜ。こまめに中間ポイントを置いてくれる制作者さん、私は大好きです。多分私たちに限らず、動画作ってる人たちはみんな中間ポイント大好きだろうな。ベルセルクがようやくエルフヘルムまでたどり着いたけど、あの漫画はさすがにもう中間ポイントは過ぎてるのかな。どうだろう？世界観がものすごく大きいからわかりにくいんだよな。というか、今の時点で中間ポイント過ぎてなかったら、絶対に完結しないよ。月一の連載でもいいから、なんとか三浦先生には頑張っていただきたいです。先生、ベルセルク無双も買いますので、どうか連載の方もよろしくお願いいたします。こっちのマリオの方は、中間ポイントを過ぎてから敵の攻撃が結構激しくなってきたね。火炎放射に砲弾、それに肥満ブロスか。これは油断してたらあっという間にやられちゃうね。いついかなる時も油断せず、冷静に判断して進んでいく私、かっこいい。なるほど、今チビマリオになったのも計算通りということなんだな。もちろんですよ皆さん。はいはい、ワロスワロス。この辺りは、足場が狭くなってミスが許されない感じの作りになってるね。そしてまた中間ポイント。これは、もしかして結構長いコースになってるのかな？お、ファイアーフラワー発見しました。このタイミングでフラワーマリオになるってことは、もしかしたらこの先でボス戦でもあるのかもしれないな。姿はまだ見えないけど、上の方にクッパのおっさんがいるみたいだね。そういえば、マリオ3やワールドでコクッパっていたけど、あの連中とクッパジュニアってどういう関係があるんだろう。そういえばそうだよな。コクッパだって、ある意味では間違いなくクッパジュニアだもんな。それぞれお母さんが違うとか、なんか、生々しい話になりそうだから、この話はこの辺で終わっておいた方がいいかもね。もし設定とかご存知の方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄かツイッターで教えてください。はい、長くなってしまったのでカットしました。攻撃がなかなか当てられなくて結構苦戦してしまったんだぜ。これで鍵をゲット。そこの扉から進んでいけるね。ハテナブロックの中身は1アップ。青と黒に乗ればススーッとゴールだね。マリサ、このコースはどうだった？ギミック自体はよくあるやつだけど、その組み合わせがちょうどいい感じの難易度になってて、楽しめたんだぜ。では、いいねして、今日はこの辺で終わります。お次は土曜日の予定だよ。